スーパーアリーナ間に合うか、桜庭満員の観客が待っている。間に合うか桜庭、対戦相手も待っている。アンドリュース中原待っている。間に合うか桜庭、2008年最初の試合を迎える。 I 級レスラー3人揃って一礼し、一歩一歩踏み出してきた2008年桜庭の戦いが幕を開けます。地球の裏側、ブラジルからやってきた空手家、極真魂のアンドリュース中原との対決。 I 級レスラー桜庭和志の入場。大晦日、船木との対決から4ヶ月、ちょっと間が空いたかなと桜庭和志は言いました。ドリームというこの格闘技、2回目ということで、いいものをスタッフ選手ともに作っていきたい。体のハンデを、頭を使って桜庭和志は今までの伝説のレールを敷いてきました。38歳となった今もその進化はとどまるところを知らない。新たなるステージへと桜庭和志自らを持ち上げようとしています。大晦日、船木正和との同世代対決を制してきました。ミドル級グランプリ、果たして田村や秋山との対決は実現するのか。ベスト8入りをかけ、ブラジル極真空手か、中原を迎え撃つ。3人揃ってリングイン。これより本日の最終第8試合を桜庭和志、さっとマスクを取って、そして埼玉にマスクをポンと放った IQ レスラー桜庭。アンドリュースとの対戦。